トヨタクラウンマジェスタ。クラウンマジェスタ。クラウンマジェスタは、トヨタ自動車が生産、販売していた高級4ドアセダンである。取扱店は、トヨタ店、東京のみ、東京トヨペットと併売。1989年8月、8代目クラウンのマイナーチェンジにおいて、新開発となる4.0リットル V 型8、気筒 DOHC の一数 FE 型エンジンが、 同年10月に登場するセルシオ、初代に先駆けて、初めて搭載された、グレドナ4000ロイヤルサルーン G、通称 V8 クラウン。これの事実上の後継車種として、クラウンのさらに上位に位置し、クラウンとセルシオの中間車種として設定されたのが、クラウンマジェタである。なお、1964年に登場した、クラウン A と VG10 型は、当時のクラウン。 MS41 型とは別の最高峰モデルとして、大型専用ボギとエンジン2.6リットルのオールアルミ製の V 型8気筒を搭載していたが、これは1967年に登場するセンチュリーのパイロットモデル相当であった。クラウンの社名を冠しているが、単にマジェスタと呼称されることが多い。初代からフロントガラス上に情報を表示する機能を持った。 フロントヘッドアップディスプレイ、波動、標準装備し、他社との差別化を図っていたが、5代目以降は廃止された。初代より、日本国内専用車として、設計、生産されていたが、4代目は、後期、HQ3、生成のベースとして、5代目からは中国における、クラウンの現地生産車、2代目 S20 型、3代目、S21 としても採用され、 この後中国戦略者としての役割も担うこととなった。9代目クラウンと同時に登場。前期の通り、1989年にデビューしたセルシオ、レクサス LS との間に位置する車種として投入された。エンジンは、クラウンの直列6気筒3.0リットルとセルシオに搭載されている V 型8気筒4.0リットルの2種類。また当時、セルシオにも、 被採用のエレクトロマルチビジョンが採用されている。なおアリスト JZS147 型とは兄弟車種であり、車種を共有していた。全体的に丸みを帯びたフォルムを持つ。特に横長のリアコンビネーションランプはリアエンドいっぱいに広げられ、ワイド感が強調されている。そしてハイマウントストップランプには当時販売されていたクラウン、セルシオ、 マーク2に採用されていた LED ハイマウントストップランプが使用されている。このハイマウントストップランプは横長で、照射範囲は広いが、経年劣化で低照度化してしまうため、5世代では電球式のハイマウントストップランプに変更された。クラウン36年の歴史で初となるフルモノコックボディを採用。ピラードハードトップの形をとっていた。空気抵抗は、 CD コール0.31。グレードは上位から C タイプ、B タイプ、A タイプの3種。C タイプが4.0リットル、B タイプと A タイプが3.0リットル、C タイプ割りあり、V8 のエンブレムが付く。1995年8月から10代目クラウンと共にフルモデルチェンジ。エンジンの出力は1数 FE が 265PS に向上。 CM の音楽は、被災市場が手掛けた。初代モデルの丸みを帯びたデザインに比べ、直線的デザインに変わっている。また、ベースカラーも明色系ツートンから暗色系ツートンになった。バブル崩壊後に登場したことで初代に比べると、インテリアの装備品の簡略化が目立っている。1999年9月発売、このモデルより、 クラウン同様にプラットフォームが一新され、ボディ形状がこれまでのハードトップからドアサッシュ、窓枠を持つセダンへ変更された。仙台同様、衝突安全ボディ5アを採用。搭載エンジンは仙台と同じであるが、4.0リットルのモデルは出力が 280PS に向上している。時期録モデルは 220PS。4.0リットル。 3.0リットルの両グレードともに、ベースグレードの A タイプ、上位グレードの C タイプの2種類のみの展開となる。C タイプにはすべてエアサスペンションが装着され、また4リッター C タイプには 4WD モデルが存在している、このモデルのミオン AT。専用のオプションでフードクレストマークを装着できるようになり、全体的に大きくなった車服に対し、 目安をつけることで運転しやすくなっている。ベースカラーはホワイトベージュ系のツートンとダークブルー系のツートンが主に使用されている。なお、ナビタイプが従来の CD r o m から DVD 方式に変更された。後期型ではオットマン機構などの特殊装備も追加され、ドライバーよりも助手席や後部席の居住性を確保する仕様になっている。2001年8月。 マイナーチェンジ。フロントグリル、テールランプなどを変更。2004年7月6日、フルモデルチェンジ。ダイナミックマジェスティックセダンのキャッチフレーズのもとに、新プラットフォームで製作された。ゼロクラウンとして、モデルチェンジをしたクラウン同様に、従来より大幅にデザインが変更されたが、縦型テールランプは継承された。先代まではフロントをはじめ、 王冠を模したクラウンエンブレムを使用していたが、この台よりトヨタエンブレムに代わり、エレクトロマルチビジョンの社名ロゴもマジェスタのみとなった。目標月間販売台数は1000台。エンジンは直列6気筒3.0リットル搭載グレードがなくなり、セルシオやソアラなどと共通のサンス FE 型 V 型8、気筒 DOHC4.3 リットルのみとなった。 トランスミッションは、6足シーケンシャルシフトマジック、スーパーインテリジェント6足オートマチック6スーパー、エクトのみである。グレードは 4WD 仕様の i 4を合わせ、C タイプと A タイプの3グレード。また、ターゲット年齢層を下げるため、ツートンカラーの設定がなくなり、スポーティーさを強調した単色のみの設定とっている。ベースカラーは、ホワイトホワイトシルバー系。 全車にカーナビゲーションとバックガイドモニターや ETC を標準装備し、ナイトビュー、インテリジェント AFS、プリクラッシュセーフティーシステム、レーンキーピングアシストなどの当時最新鋭の安全装備も搭載されている。また、内装には、天然理、木目調であった従来と異なる、元決め、特殊な防音材を使用し、高級感を図っている。2006年7月3日、 マイナーチェンジ。フロントグリルの横山が2代目からの伝統である縦山に変更された。同時にナビは HDD タイプに変更されている。セルシオが2006年5月で販売終了し、製造も6月30日で終了。同年9月19日よりレクサスに移行し、レクサス LS として発売されたため、トヨタブランドとして ショーハードリブンカーで、アッセンチュリーを除いて市販車では最上級車種となった。マイナーチェンジに伴い、トヨタモデリスタインターナショナルより、クラウンマジェスタスーパーチャージャーが発売されている。340馬力に向上したエンジン出力、エアサスペンション、強化 AT、マフラー、スタビライザーなども専用に設計された仕様になっている。エンブレムも専用のものが付属。なお、 ベース車両を 2WD の全グレードから選択できるが、それぞれの車両価格に約200万円の増となる。また、持ち込み車検となるほか、税金の減免処置も受けられない。基本的に先代のキープコンセプトであるが、全体的に押しの強さが控えられ、やや落ち着いたデザインになった。全長は 4995mm、全幅も 1810mm となり、 ボディサイズは拡大されたが、レクサス LS よりもサイズは小さく、かつて、トヨタブランドで販売されていたセルシオに、極めて近いサイズである、全長が、初代回10型から3代目 F30 型、前期型と同じで、全幅が 10mm から 20mm 狭い。なお、セルシオは3代目 F30 型のマイナーチェンジ前まで、サイズはほとんど変わらなかった。 目標月間販売台数は仙台。エンジンは、レクサス LS や GS にも搭載されている1、u r フス型エンジンを採用しているが、4WD モデルの i 4には、エンジンルームのスペースの都合で1、UR エンジン用のセンターデフが、オサムマないとの理由から、仙台の4.3リットルのサンス FE プラス6、AT を引き続き採用している。シャシーとサスペンションは、 先代から継続されるものの、新型エンジンのパワーに耐えられるよう各部が強化されている。電子制御式エアサスペンションを今回も全グレードで採用し、カーナビゲーションの地図情報をもとにして、ダンパーの減衰力を変更する機能も搭載。また、ブレーキは、レクサス GS と同様のモノブロックタイプの4ポットキャリパーと体型ディスクブレーキをフントに初採用。 タイヤサイズは仙台やレクサス GS350 標準仕様と同じく17インチであるがエンジンやサスペンションの向上に伴い235サイズへと拡大されているグレード体系も変更されたベーシックグレードの A タイプそれをベースにアクティブステアリング統合制御と VGRS ギア非可変ステアリングを装備して走行性能を強化した L パッチ、ホイールも専用デザイン。今回は、中間グレードとなる C タイプ、そして最上級グレードとして G タイプが新設された。そして G タイプの後席の居住性を重視し、ショーファードリブン需要に対応したクラウンマジェスタとしては、初の大型リアセンターコンソールを設置した4人乗りグレード F パッケージも設定れている。また、A タイプ及び同 L パッケージを除き、 クラウンハイブリッドで採用されたファイングラフィックメーターがメーカーオプションで装着可能になった。そしてこの G タイプには世界初の技術として斜め前方の検知もできるようになった全速報プリクラッシュセーフティシステム衝突時に後席のシートが前方に少し起き上がり乗員を保まるプリクラッシュシートバック、F パッケージには 後席中央のエアバッグで後席の乗員同士の衝突を防ぐ後席センターエアバッグの3つが搭載されている。なお、マーク X やレクサス LS13 代目クラウンと同じくリアバンパーとマフラーが一体化したデザインを採用している。2013年平成25年9月9日、6代目にフルモデルチェンジし、同日より販売開始。 初代から続いてきたマジェスタ専用ボディは廃止され、14代目クラウン、ロイヤルのホイールベースを延長した体となった。同時に、車種名がクラウンに変わり、5代目までの独立車種としての位置づけから、クラウン内のシリーズ名、マジェスタシリーズの位置づけとなった。エンジンのダウンサイジングにより、V8 も廃止され、全車種ハイブリッド専用車となっている。 14代目クラウンロイヤルとのボディデザイン共用化の結果、マジェスタを特徴を付けていた2代目以来の縦型リアコンビネーションランプは廃止され、初代から4代目までマジェスタのシンボルであった。フロントヘッドアップディスプレイ、ハドも5代目同様に設定されず、エアサスペンションと本、木目パネル、4代目、5代目は全車標準も廃止。歴代マジェスタで設定されていたリアクーボックス、 霊音庫などいくつかのユーティリティオプションもなくなるなど、マジェスタ独自の個性は大きく減ずることになった。マジェスタとしての外観上の独自デザイン、装備は、グリルのバーをマジェスタ伝統の立ってバーに変更、フロントバンパー下部へのクローム加速追加、エクステンション部を黒色化、クリアランスンプのライン発光部をスモークブルとした LED4 灯式ヘッドライト、 アダプティブハイビームシステム付けの採用などが挙げられる。エンジンは、レクサス GS450H と同じ、新世代直噴技術 DE-4S を搭載した、アトキンソンサイクル仕様の 2GR フックス型に、置換。さらに、モーターやインバーターの改良により、高効率を徹底した。 FR 用二段変速式リダクション機構付けハイブリッドシステムを採用したことで V8 エンジンに匹敵する動力性能と JC08 モード燃費で 18.2kmL の低燃費を両立し平成27年度燃費基準プラス20%を達成した4代目と5代目ではトヨタエンブレムになっていたフロントグリルのエンブレムは3代目以来の クラウンエンブレムに戻り、C ピラーのエンブレムも復活した。なお、歴代のマジェスタは、トヨタブランドのオーナードライバーズカーとして、最上級とされていたが、6代目においては14代目クラウンの、ホイールベースを 75mm 延長し、しかも、延長分すべてを後石スペースの拡大に当てており、ハイヤーや、車用車としての需要を重視していることが伺える。ただ4人乗り使用の廃止によって、 VIP カーとしての用途は、センチュリーやレクサス LS と比べると、中途半端な存在になった。なお、クラウンとボディ共用となったことで、結果的に5台目からわずかながらのダウンサイジング、全長 5mm、全幅 10mm、全高 15mm 短縮となった。装備面では走行中にドアミラーでは確認しづらい、あと速報の車両をレーダーで検知して、 ドライバーへ注意喚起することで、車線変更時の安全運転を支援する、ブラインドスポットモニターを、マジェスタは初めて標準装備したほか、マルチインフォーメーションディスプレイには各タイヤの空気圧を表示し、夏用、冬用などと2セットのタイヤを登録できる、タイヤ空気圧警報システム、TPWS を備えた。グレード体系がより、シンプルとなり、標準仕様。 マジスタと、レーダークルーズコントロール、ブレーキ制御負、電動式、リアサンシェード手動式、リアドアサンシェード、リアアクセサリーソケット、DC12V120W、三席独立温度、コントロールフルオートエアコン、花粉除去モード付けヘプラス1席、全席集中モード、リアオートエアコン、クーラー機能負、ホンガーシート、鉱石シートヒーター、 パワーリアシート、インテリジェントクリアランスソナー、誤差融石、サイドエアバック、プリクラッシュセーフティシステム、ミリ波、レーダー方式などを追したマジェスタカイバージョンの2タイプとなった。2014年、平成26年7月9日、トヨタ発のハイブリッドフルタイム 4WD 車、マジェスタ4を発売。FR 車のマジェスタよりも排気量が少なく、 レギュラーガソリンが使用できる2.5リットルの 2ARF 姿を用いたリダクション機構付け THS2 にトル線 LSD 付けトランスファーとハイブリッド用トランスミッションを組み合わせたことで高い相打訂正と低燃費 JC08 モード燃費で 19.4kmL を両立した。なお、マジェスタに2.5リットル並びに直列4気筒が設定されるのは史上初であり、 同時に、歴代初の V 型8気筒を搭載しない 4WD でもある。2015年、平成27年10月1日、一部改良を行った。ITS 専用周波数、760MHz を活用した ITS コネクトを世界で初めて、メーカーオプションとして、全グレードに採用した。それ以外に、セルフリストアリングコートの採用、ボディ接合部の剛性強化、 フロントリアサスペンションの最適化も行われている。2016年、平成28年8月29日、トヨタ店、創立70周年記念特別使用車、j フロンティアを発売。マジェスタイバージョン、マジェスタ4をベースに、共通で、プレミアムナッパ本革シート表皮を装備し、本革巻き4本、スポークステアリングホイールに、ブラウンレイヤーウッド、元木目などを装備。 内装色には特別設定色のスモーキーブラウンを採用した。合わせて一部改良も行われ、衝突回避支援パッケージ、トヨタセーフティーセンス P を全車標準装備した。2018年、平成30年4月27日、この日をもって販売を終了。同時に公式サイトも閉鎖され、マジェスタは6代27年の歴史に終止符を打った。 同年6月26日に、クラウンが15代目にフルモデルチェンジされたが、シリーズごとに分かれていた、ロイヤル、アスリート、マジェスタの名称が廃止し、新たに、標準仕様と、RS 仕様に分けられることとなった。標準仕様の最上級グレードの G エグゼクティブや G エグゼクティブ4が、マジェスタの実質的な後継グレードにあたる。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。